ナゾリロン、ダッ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 ナゾリロン、ダッ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 、お前が言ってるその理屈はナゾリロン。いやあ、スタッフのケースだよ。 SD ガンダムバトルアライアンス、とうとう製品版が発売されました。こちら製品版すっごい待ち望んでおりました。今回こちらの実況をやっていきたいと思います。はい、ロード体験版のデータ引き継いでおきましたんでね、この体験版の続きからやっていきたいと思います。 GO！先に説明しておきたいことがあります。先行体験とか早期購入特典とかで、まずファーストガンダムがもう最初から扱えるようになってます。かつこちら SD ガンダムの6機もね、特典で使えるようになってましてね、かっこいいな SD ガンダムの機体たち。この辺がね、使えるようになってます。これさ、全部使いよったらさ、キリがないな。これミッションごとに機体切り替えよったら、それぐらいね、特典ってすごい豪華らしいわ。というわけでね、今回何のミッション行くかって言ったらどれだ、これか、トゥルーじゃ。この2つのトゥルーをさ、体験版のうちにやったんやけど、そういえばここのトゥルーやってなかったね。ゼロ VS エピオン、ウィングのストーリーのヒーローとゼクスの一騎打ちのところか。これね。そして今回ね、俺が使うのはナイトガンダム使いたいと思います。でもって味方にアムロとミカズチの2機というね、すごい豪華なメンバーでやっていくわ。これもさ、先行体験版とかそういう特典の恩恵を受けてます。いくぜ。さあ、今度こそサンクキングダムを救うわよ。おう、前回は謎のガンダムに邪魔されたけど、ユノ姉さん、今回のトゥルーミッションはサンクキングダムじゃないんだよ。あ、違うんかい。だって史実の修正をするんでしょ。首都ニューポートシティを守るんじゃ。でもな、どこ行くんじゃ。今回の舞台はサンクキングダム山岳部の国境地帯殺風景っていうか自然が広がるところ来たな。ああ、そのままトゥルーとブレイクと時間軸が違う時があるんじゃ。前回のニューポートシティ戦の先の歴史、その山岳地帯で私たちがやるべきことは、ああ、まあウィングのアニメって見えてないけんさ、こんなところで戦うっていう感じになるけどさ、ゼロ対エピオンってことはさ、ヒーローとゼクス戦うんよな。名前的にこんなところで戦うん、原作って。奮闘するガンダムエピオンの援護だよ。あ、むしろエピオンを援護するんじゃ。え、どっち？エピオンってさ、ヒーローが乗る時期とゼクスが乗る時期があるけど、どっちこれ？乗っているのはヒーローユイ君。あ、まだ機体の交換してない頃か。かなり無理してるから心配なんだ。そうか、その時期ね。ヒーローを味方する。エピオン、ヒーローのエピオンを味方するんじゃ。その彼をウィングガンダムゼロに引き合わせること。はあ。ゼロのパイロットは以前はエピオンに乗っていたゼクスマーキス2級特佐さん。いちいちさん付けで読みよけんな。さくらちゃんさ、育ちいいよな。いいとこ育ちやなって感じがする。ウィングでガンダムでゼロ、また新しいガンダムが出てきたけど。オペレーションメテオに投入された5機のガンダム、そのすべての原型機がウィングガンダムゼロなんだよ。そうなんよな。ゼロになるのはだからゼロって名前なん。重要も重要。ゼロシステム搭載機の出会いによってアフターコロニーが大きく動くんだから。レアアニメみたいな出会いやなこれ。なんだ、いけない、遅刻遅刻遅刻みたいな感じで食パン怖いながらこの2機ぶつかったんか。ゼロシステムで未来予測できんかったんか、避けれんかったんか。
ゼロシステムでもできんもんなんやな。食パン加えながら角でぶつかる未来って、そっからストーリーが始まる恋愛もの。きたー、エピオン、久しぶりエピオン。体験版でもお世話になったね。そしてこの BGM である、タラララー、なんか角張ってるけど。あ、もうガンダムの量産は始まっているのか。あ、味方同士でさ、掛け合いが始まっとるわ。こんな感じになるんだよな。行くぜナイトガンダム。お前たちは俺の敵か。戦略上優位消失、戦術レベル最大効果確認。これはシステムエピオン、いやゼロシステムの影響だね。確か久しぶりにやるけんちょっと操作があるやけど、戦闘状況下で発生するあらゆるデータを即時分散、膨大な数値を取得して、それを直接パイロットにフィードバックするコックピットシステムの通称ってことで、パイロットを極限状況にまで追い込んで、自らの死すら厭わない行動の結果得られる完璧な勝利を実現するための装置、それがゼロシステムだ。そう聞いたらすごい。これを作った男は、ね、聞いたらなんかいい感じのシステムに聞こえるけどさ、すっごいパイロットに負荷をかけます。勝者と敗者に祝福を与えられるガンダムだと。連撃回数が5回やな、ナイトガンダム。近距離型っていうだけあって、信じない。俺にあるのは支配と戦う意志だけだ。上に敵に攻撃するか、ちょっと射撃型じゃ、射撃が貧弱やけんみたいなところがあるな。戦争ゲームにする、ただの人形だ。俺たちを止めることなどできない。戦争はゲームです。わ、なんか北野武史できそうな感じやな。北野武史できそうやな、なんかだから君たちじゃちょっとこの視聴してもらいます戦争はゲームです。さあ行くぞ。敵多いな。黙れエピオン、葛藤してる。だあ、登れ、段差が登れ、よいしょ、オッケー。そんなところまで分かるエピオン。エピオン教えてくれた、教えてくれた友達を呼んだかのごとくエピオンも来るの、え、エピオンも来るのみたいな感じだったね集まってみんなで遊ぼうと状態でエピオンも呼んだみたいな感じだったね同人誌コミキ行ってきたんよ。ねえ、この後同人誌買ったんやけど読んでみるみたいなわ、上また俺だ。ガンダム、よっしゃ。我が第四人モビルトール宮廷師団は名もないモビルスーツともに全滅させられたことになるんだ。敵さんも意気込みが違うね。そうだね、よいしょ。ここが踏ん張りどころ。分かっている、この先に奴は来る。奴は来るってお膳立てしとけんな。これで違う奴来てたら俺ヒーローのほっぺたぶん殴るからな。出てってなるけどなぶん殴ってからさ、身元でなんか支えて出てってなってやる、捨てやるからなお前何させやるかも知らんけどさ、出てって確か丸とバツで必殺は使えるよね。 SPA のゲージ溜まっとるしね。ここか、戦術レベルクリア。これエピオン来るんか。エピオンじゃないわ、ウィングゼロ来たー、来たぞー、ゼックス・マーキスが。ウィングゼロか、戦闘レベルターゲット確認、排除開始。このさ暗い雰囲気にすっごい溶け込んどるな。なんだ、お、来た。こんな感じで出てくるか。出たー、ウィングゼロ。ゼロシステム対ゼロシステムじゃ。わー、この BGM。後期オープニングテーマ。これか。あ、ローリングバスターライフルあるか、これ。いいよいしょ。そうね。かわした。
でーれんれんれーれれぐわボイスオンだ、いてー直撃食らったボイスだいけど黒く BGM やけんさ、いいねー高なるで、いいえやばい、ワイトシャレにならん、よし先、お必殺使ってる、バルバトスがやばいな、集団リーチ起きてる、必殺出る、あーダウンしてる、タイミングよくダウンしてる当たってなかった、やっちまった、あ橋じゃ、橋の方だった、集団リーチ起きてる、集団リーチ起きてる、よいしょいてー、出会いが歴史を作るんじゃ、結局どこの世界でもそういうもんか、出たやつの反応速度を超えろ、まあ、集団リーチしてますけどな、反応速度うんぬんじゃなくて集団リーチしてますけどね、ほらーゴリ押しじゃー、ナイトガンダムみたいな近距離型は、ただ拡張振るだけのゴリ押しでもそれなりに楽しいぞ、何が見えた、お前ら何が見えた、ゼロシステムでタラララララララ、いいなこの BGM、 ほんまじゃ向き合って、よっしゃ俺らがゼロに選ばれんかったみたいになってるよっしゃうまくいったな、よっしゃうまくいったわ、アムロアムロ、アムロ、振り向かないで、よっしゃこんな感じか、どうか自分の目で真実を見極めてください。え、なんで見れば出てきたなんで見れば出てきたや、今。かっけないやんか。真実を認めてください。見ればかっけないんじゃん。とりあえずコンプリートですね。全部のブレイクミッションの修正、トゥルーミッションの再登録が終了。おお。このディレクトリの。そうね。次の階層に進めて。それが私の権限だと次のディレクトリに入れないみたいで。え？犬姉さんとハラ君の協力を頼みたいなと。ハッキングせっかであかんのかい？表からじゃダメなんかい？というわけで防壁破りプログラム G デモリッションインストール。強行突破やないか。ハロひどいことになってますけど今。もうゼロシステムに心支配されてるような感じになってるじゃないか、お前。また勝手に一体何を入れたの？私に防壁、ファイアウォールを解除する権限はないんだけど、今。それに必要なデータをハロ君に入力したから、いやそれ以上によくだいも入れたんじゃないの、あとは犬姉さんが防壁破りプログラムを構築してくれれば、え、なんでこんなところまで来てクラッカーの真似事なんて、うん、ユノちゃんの才能そんなに使ってはいけません、これでいいと思うんだけど、どうハロ、プログラム清掃勘弁しろ、さくら勘弁しろ、言っとけんな、エクセレントじゃないんだよな、防壁破りプログラムを走らせてみて、 G デモリッションスタート、エマージェンシー、エマージェンシー、あ、あれお前いかんかったの、あーらら、あーらら、やっちゃった、やっちゃった、わっしょいわっしょい、どこだ？お前か！そしてガンダムラトレイヤーを退けたパイロット。出たな、お前。遊戯王の主人公みたいな声のやつ。お前は主人公ちょいちょいのんきないよ、お前。お前のガンダムかっこいいな。2丁のビームラピッドガン、4門のクワッドメガランチャー、サーベルは左右別々のものをセッティングし、
こだわってんな。一体この基地に何をしたの？不正アクセスを検知したのでね。ガベージスペースにお越しいただいたのだよ。ガベージコレクション。不要領域にこの施設のデータを転送した。ややこしい話なんで、ちょっともうちょい簡潔にお願いします。キングダムの時といい、何者なのあなたは？何を知っているの？私にはそれを答える権限は与えられていない。いや、お前より上のやつ連れてこいや。だったらじゃあお前より上のやつ連れてこいや、責任者呼びみたいな感じやないか、お前。つまり私たちの敵ってことしかわからないと。ほう、お前が味方で私が敵。本当にそうならいいのだがな。何その含みある感じ。おい、さくら、終盤でなんか変なに化けて襲いかかってこんだろうな、お前。さくら、お前そんな可愛い顔して。これから先行型プログラムであるその基地を消去しようというのだから、現時点においては敵という表現が正しくはある。え？アップデートしたガンダムラトレイヤーの力見ていただこう。なんだと？何もわからない。まだこいつ戦うの？わかった、任されたよ。さあ次のミッションだ。今回はどの原作にも含まれない完全なオリジナルのステージですね。イレギュラーやって、もう完全に歴史とか全く関係なく、あのラトレイヤーと戦うようなステージやな。イレギュラー G に捧げられしもの、捧げられしもの。うわ、なんかバーチェロンみたいなステージ、なんかどっちかというとバーチェロンみたいなステージきた。でですね、今回使う機体は俺このコマンドガンダムいきます。このコマンドガンダムさ、確かガンダムバトルファイターズだったら、あ、ビルドファイターズか、ガンダムビルドファイターズだったら、あのアイラユルキアイデンかガンプラ使い言うたね。そんなイメージがあるわ、俺にとっては。行くぜ、味方は一緒。うわー、もう完全にさ、電脳世界って感じがするな。きた、強なっとんやな、ラトレイヤー。バルバトスと同じ白いモビルスーツ、なんかこの辺は一緒か。きた、出てきたか、小隊長。楽しみにしていたよ。射撃型やけ離れなあかんのよな。赤眼鏡、赤眼鏡。わお、射撃ボタンどれだったっけ。これやな、ビュービュー。射撃型なんでね、離れて戦うんが基本。おお、射撃武器多いね。外から来たものなら、どう？外の人間なんじゃ。それも教えてくれんの？お前マニュアル通りだ、運営遂行すな、お前。何もかもマニュアルで考えるな、お前。お前話したいことがあっても話してもいいよ。話しな。これ横移動。よし、かわした。ミサイルが来ちゃい。エイハブリアクターゼロシステムといった検証データ。マジでオルフェンズとウィングの世界の技術。異なる歴史に存在するガンダムの機構、興味深いとは思わないかね、リトル。確かに、そりゃ少しはあるけど、ずいぶん少しはあるんじゃ。ちょっと本音漏れ飛んでないかも。ちょっとやばい。回復する。よろしくお願いします。バッテリー巻き回すやな、これ。エイペックスでいうバッテリー巻き回すの状態だったね、これ。ミサイル！ミサイル！当たらない。ちょっと当て感がいるな、ミサイルは。整備してくれんような感じだったっけな、あんまり。ちまちま撃っちゃうだけやけんな。
爽快感を求めるんだったらやっぱ格闘型がいいんやなって。そうでなければ選ばれない。私たちを選んだのは管理システムってやつ。私にはそれを答える権限は与えられ、与えられてんのかい。教えてくれるんや、ようやく。誰かの計画のために動くんや、こいつ。やっぱ下っ端なんやな、下っ端っていうか上がおるんやな。また出たな、お前。さあ言ってもらわんかったらこっちだって分かりませんからね。撃ってー、ファイヤー、ナイスヒット、かっけー。いいヒットの仕方じゃない今だろ。やべえ、元気走ってから時間が遅れてようやく分かる感じなんじゃ。元気走ったことにな、おしゃれ。よっしゃー。え、なんか阻止があるんやな、やっぱ。帰ったらご飯あるかな。その組織のやつもさ、後々出てくんだろうな。あ、ジムスナイパー2の設計図か。狙撃のスナイパーライフル持ったような武器を持ったような機体も出てくるんやね。あ、完全揃ったで。使えるんじゃ、ジムスナイパー2。ああ、ポケ戦で出てきたな、これ。これはもうスナイパーライフル。面白いかもしれんな、使いこなしたら。こいつ、動くぞ。ガンダムじゃないんやけん。大体動くんだよ。次のディレクトリの特定ができた。小隊長さん、犬姉さん、行くよ。オッケー。あ、どこかに捕まってた方がいい？データの移動だから別に必要ないけど、気持ち的に楽ならそれでオッケー。ユノちゃん、なんだったら俺の体にしがみついてもええんやで。病は木から。ユノ、病は木から。あなたたち AI なのに曖昧すぎるの。AI で病気という概念ないくせに。なんか AI じゃなさそうな感じがするな、あれ。よその世界からやってきてみたいな感じだもんな。どこの世界から。そして、ディレクトリー1クリア。そして、2! あ!シードと第08正体やな。ビリオンステーブル。全データの転送を完了。はい。わかりやすく言うと、一階下に降りたってこと。一つ下で下がった。ハーメスマーキュリーからアドレスの追跡とかされてない？下手したら身動きが取れなく。ブレイクミッション発生。ブレイクミッション発生。もうせわしないな。もうブレイクミッション発生しちゃったよ。先輩、早速働いてくれるね。その前にあの挙動不審メガネのことよ。ハハ、挙動不審メガネ。赤メガネか挙動不審メガネで進化したのぞ。あ、俺の感想ゼロシステムは A ハブがどうとか言ったな。ゼロシステムはパイロットを補助する OS。 ああ A ハブリアクターは動力。ああ新しくモビルスーツでも組み立てるのかしら。なんかいろんな世界の技術積み込みを感じるのな。詰め込んで。邪魔が目的というより、そっちがメインかな。なんかデータの収集っていうかテストやいう感じなん。おやら戦って、そう、舐めてやがってお前。の点が多いの。その上で聞くけど、さくら、あなたは一体どちら側なの。そうだよ、話を聞きよったらさ、さくらもしかしたら終盤で敵側に回る説があるぞお前。おいおいおい、体に押し込むってやらんかったらあかんのか。俺は味方です。あら、私はあなたの味方ですみたいな感じ。ゆの姉さん、私は
何や、私は何だ。あくまで私は味方のつもりだよ。これからどうする？犬姉さん、小隊長さん、私を信用してブレイク修正を続けていくか、それともハーメスやヤツっていう方を調べるか、私はどっちでもいいし協力するよ。え、ここ分岐ある？もしかして。あーでもこれ選択肢から考えたらブレイク修正続けなあかん感じになるな。どっちにしろ調べると言っても方法がないだろ。さすが小隊長さん、痛いところをつく。わかるんならとっくに調べてるしね。ポンコツ威張らない。やばい、ポンコツ言われてるじゃないか。ポンコツ言われてるわ、お前。悪いやつ違う。信じてやれ、ユノ。小隊長も信じろ、小隊長。うん、分かっとるよ。俺、可愛い子に悪い人はいないって思っとうけんな。ハロ君。いや、ハロ先輩。同じ AI 同士の共感ってやつかしら。さあ、じゃあ後輩のさくら、現状を説明して。ディレクトリが変わって何か違いがあるの？やるべきことは基本的には変わらないけど、はいはい。歴史が出てくるし、ブレイクの度合いも大きなものが増えてきそうだね。度合いってどうなんだろうな。これもね、なんか期待が一気ちょっと違う世界の期待とトレードされてるような感じだったけどさ、もうその範囲が広がって一個舞台がさ転移しとったりするんかな。そんな感じか。ハロ君が検知したブレイクミッション、早速同時に3つも発生してるくらいだからね。え？ブレイクミッションが複数ってどんなミッションなの？修正方法は？落ち着いて犬姉さん、順番に説明するからちょっと場所を変えよう。そんなに一遍に怒られたらな。結構順番どれくらいでもやらせてもらえる感じなんかな。このディレクトリで見つかったブレイクミッションは3つ。はい。宇宙世紀以外の歴史が2つあるね。ってことは3つの歴史の紹介かな、こっから。以外ってコストディザスターやアフターコロニーの時代みたいなもの。はいはい。ということ、コズミックイラと西暦の歴史だね。あ、ダブルオーで。森の一つは宇宙世紀になるよ。シードダブルオーね。ダブルオーも出てくるんか。ハロ君が検知してくれたのは以上。どれを選んでもらっても。あー、俺ダブルオー世代やけんさ、名前、刹那圭介って名前、名前を言うけどさ、その刹那って、刹那 FCA から来たからな。一つ目は、コズミックイラの歴史。アラスカ基地に、強襲機動特装艦、アークエンジェルの支援に向かう。あ、そういや、フリーダム映っとったわ。これあれか、フリーダム初登場のところか。てん、てんてんてん、てんてんてん、てんてんてんって流れるやつやな。あの、TM レボリューションの曲がさ。あの人あたりか。1300年代の歴史、不時着したソレスタルビーイングの母艦プトレマイオス2、トレミの救援よね。2ってことはセカンドシーズンの話か。3つ目は宇宙世紀。私たちにとっては1ヶ月後の未来で、東南アジア戦線に参加してジオン公国軍の秘密基地を攻略する。ああ、第08正体の話やな。 Easy 8を映っとったもんな。ユノ、正解。ユノ、記憶力いい。そして、見た目が可愛い。愛している。ユノ。歴史のお勉強お疲れ様。じゃあ、早速ブリッジに戻って、ハル君に詳細データをインストールしよう。はい、アイサー。ハル先輩、用意はいいかな？ミッション用のパスコードを入力するよ。ハロ、逃げも隠れもしない。君がガンダムだ。いろんなネタで入ってくるけんな。逃げも隠れもしないってさ、いやいや、それ言った人は隠れるんですよ。逃げも隠れもするんですよ。嘘はつかないだけで。ちょいちょいこいつらのセリフにもさ、ガンダムネタ含んできたわけに、ちょっと見ようってさ、クスッとくる。あー、なんかそうなることをちょっと予想しとったわ。ユノちゃんのハロが最後さ、もうお嫁に行けないの状態になるかもしれません。登録完了。お嫁に行くってなんだ、ハロが。選べ、招待状。オッケー。
村差しの先、震える山、あが震える山ね。ってことはあれか、アプサラスと戦うな、これどう考えてもこれで、犯行の、なんて読むこれダブローセカンドシーズンの途中のやつやな。というわけで今回は3つのステージを好きな順番で遊ばせてくれるって感じらしいな。俺ダブロー世代なんで、ちょっとダブローのストーリーさせてもらってよろしいでしょうか。犯行の外貨かな。使うモビルスーツ、ちょっとガンダム使ってみるわ。ガンダム使って味方をちょっと変えていきたい。お、この辺のちょっと味方ちょっと。めっちゃ渋い声やな、このウィングガンダム。しかも HP めっちゃ多いで。強化なしで600もあるで。それに対してこっちが、じゃあユニコーン、装備ユニコーンで行くわ。俺、リュービーって言います。食エリアで事件。あ、リュービーって読むんじゃん。装備かと思ったわ。俺、リュービーって読むんじゃん。もう、そう、三国志のキャラクターの名前とか読ま、わからんけんな、俺。まあやっていきまーす。よいしょー。というわけで味方両方ともがね、三国伝でいきます。アローズセカンドシーズンやもんな。正直わかんないんだよね。何がなんだか知らねえが、やってやろうぜ曹操さん。いやこれ曹操って読むやな。曹操ウィングガンダム。というわけでね、SD ガンダムの面々はこんな感じで、味方の定期の場合はちゃんと SD ガンダムっぽい目がついたの。うん。まばたきしようけんね、これちゃんと。そうか、そうやな。そうか、ブレイクやけん。今、ジンクス3やけどさ、それ以外のやつが出てくるよな、つまり。あ、ジン出てきてる。そうか、シードのストーリーとごっちゃになったんじゃん、これ。これでビーダにリンクできたらさ、割とチート級やな。ユノチート級やけんな。なんかそういうシステム的なことに対して天才的な能力があるって設定やけどさ、チートやん。よいしょ、意外と近距離強いな、このウィングガンダム。そうそうだったっけ、ジキソーソーな、ジキジキソーソーって。 You are my ソーソー、いつもすぐそばにあるにあるけんだ。嵐始まるけんな。分かってないですよ、むしろ教えてほしいぐらいなんですよ。あ、なんかある。じゃあ、落ちおった。これでジャベリン、バズーカか、こっちは。で、ジャベリンがこっち、ビームジャベリンの特攻的な技やな。いけちゃんと食らいすぎよ、イメージがある。ガードのタイミングでちょっといまいちわからんところがあるからな、その辺ちょっと気をつけて。こっちかな、道は。ジョシュアの入り口を探せ。敵の防衛隊と交戦中。ああ、ジョシュアの入り口ね。そうか、フリーダムが出たあたりってそういう、そこにザクトが攻め込むような話やもんな。ほうほう、裏付きがあるやな。探したや相手が見つからんってことには。よいしょー、ゴーゴー。こっちかな、こっちやな。まだ来た、ジン。なんでジンって名前にしたんだろうなって、どうでもいいところちょっと気になってくるよな。受け身取って、ブーストなくなってる。
ブーストなくなったらちょっと遠距離攻撃でシュンシュンやってって感じ。ブーストゲージをちょっと気を使っとかなあかんわけですね。いれよいしょー。あー違う、高さが違う。ミサイル、ミサイルっていうかバズーカー。よしまたおる、おるな。よいしょー、オッケーオッケー、来たまだ。よいしょー、バズーカで追撃、オッケー。もう一機おるな。あ、倒した、ナイス。じゃあどんどん行くぜ。お、チェックポイント。バズーカ。あ、避けられた。来たー。なんか来たぞ。この中で来るってことは、お前ら、お前かこれ。リバイブ。ガデッサ。リバイブの方が来た。ボスダブルオーのキャラやか。愚かだね、僕たちは第二段階を加速するために作られた存在。バズーカ。わあ、いやー射程が長いな、やっぱ。マジで。おらんようになっとんか、そもそも。割とでかい歪み起きてますけど。くらえ、バズーカ。いやー、やばい。必殺使うか。バズーカ連射じゃ。いいですね。いや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 、視界の見えんところからそんなん撃たれたらよけれるわけない。なんか来た、味方わ。これ PV で見たシーンじゃない、これフリーダムがガデルスターに攻撃しかける感じ見たな、これ。いてててて、ここで歪みを発生する。フリーダム VS ガデルスター。確かにこんなんこっちの世界に来られたらベーダ困るわ。ええってなるよベーダそんな聞いてないってよいしょー、引きずれ。ガード、ここはバッチリガードで耐える。バズーカ、バズーカ近づいてきた剣格闘を。いて、バズーカ早く入れます。ちゃんとガード使っていかなあかんな、ほんま。あ、そうだそうだ、結局誰かのために戦うからこそ人は強くなるんだ。パターン読めたけん今のを顔した。ミサイルは当たりにくい、ミサイルは、まあ、ぶっちゃけ当てにくい。バズーカはな、あいてー、クソが使えるじゃないか。くらえミサイルの乱舞、あははははは、倒せる。よっしゃ、
まあ俺スーパー VTuber ですからね。ありがとう、二人とも。そして、小隊長さんも。Gをつかめ。なこれ。わあ、フリーダムの設計図出てきた。まさかフリーダム使えるこれ。そう。こちらこそ、ありがとうな。めっちゃダメージ食らって死にかけになって。きた。クリアだ。フリーダム設計図って言えたけどさ、どうなんだろう。あーちょっと足らんだな、設計図の数が。このステージもうちょいクリアせんかったらあかん感じかな。